ビクラブリオです。はい、大麻が解禁されたタイからお届けしています。まだまだ日本では大麻イコール悪いもの、吸ったらめっちゃ依存するものっていう偏見が強くあると思うんですけど、まあ世界的に大麻は人類にとっても有益なものであると。依存性もないし、うつ病の人を癒し、さまざまな病気を治す2022年の人類の特効薬として注目されています。今はタイの首都バンコクから電車で3時間ほど北に行ったところ、カンチャナブリーっていう川がとっても素敵な場所に来ています。さっきからねブンブン音が鳴ってるけど、ずっとボートが行き交ってて、今俺がどういうところにいるかっていうと、こういうところにいます。じゃんじゃじゃーん。この川をさっきからねボートがこうずっと行き交ってるんですけど、今日はこのカンチャナブリーで実際にタイで購入したタイマを吸ってどういう風に作用するのかっていうのをお届けしようと思います。タイマ、やっぱりタイマは都会でやるよりも自然の中でセッティングを整えた方が最高のトリップができるってことで、しかもこのカンチャナブリーですね、名前カンチャナブリーなんですよ。タイマで吸ってハイになることを俗語でブリブリになるっていう風に言うんですね。だからまあカンチャナブリーだから、まあ、絶対タイマと相性がいいんですよ。でこの場所もすでにとっても素敵なとこなんですけど、せっかくカンチャナブリーまで来てるんで、今日はもっと自然が雄大なところまで行ってからタイマを吸って行こうと思います。それでは早速行ってまいります。はい、今中心地から車で1時間ぐらいのとこにあるエラワンの滝というとこに向かってます。はい、でちょっと今休憩がてら腹ごしらえするためにレストランに寄ってます。で、まあ、今回タイマ解禁の取材のためにタイに来てるんですけど、タイマとか抜きにしてもタイはめちゃくちゃいいとこです。もうみんな超マイペースで自分のペースでゆったり生きてるって感じがして、いるだけでその 人々のチルなバイブスが入り込んでくるっていうか、タイという国がもうタイマみたいなエフェクトがあるような感じですね。心の氷が溶けてふわーってこう癒されていくような感じがタイにいるだけで感じます。今日のお昼です。タイのお好み焼きとあと魚のサラダです。チェーン、いただきます。うまー。はい、1時間かけて着きました。エラワンの滝があるエラワン国立公園に今来ております。こんな感じで Entrance to the waterfall って感じで、はい、早速滝の方に歩いていきたいと思います。もう街のバイブスと全然空気が違くて、いっぱいもらってるって感じですね。さらに深いところに入っていきたいと思います。タイってもう本当暑、ジメジメしてて暑いんだけれども、ここは本当にマイナスイオンがファーって流れて超歩いてて気持ちいい。なんかエラワンの滝って合計7つあるみたい。Waterfall 1 2 3 4 5 6 7っていう7つ滝があるっていう。わあ、見てこのすげえ自然が生み出したうねりだよね。わー、はい、もう滝のすぐ近くに来てるんですけども、こっから先は自然保護区なので火の使用ができないっていうことで、ここで吸って滝に近づいていこうと思います。でさらに、なんかこう吸ってる、タイマーを吸ってるシーンを映すと18歳以下の人が見れなくなっちゃうみたいなんで、ちょっと試しに今回は吸ってるシーンを映さないでやりたいと思います。カオサンロードで買ったこのパイプ、まあ大体500円ぐらいの木のパイプに、こちらですね、サティバ入れていきたいと思います。パイプの中で細かくなるべく火がつくようにしていきます。それでは早速行ってきます。タイマパイプで2パフしてみました。2口ね、まあ、いきなりあんまり効きすぎても動けなくなってたりするんで、ちょっとずつ、外で行くときは歩けなくなったりしないように本当にちょっとっていう感じがおすすめです。ほんのちょっと吸っただけなんだけど
すげえいい感じです。はあ、まあこのセッティングもあるかな。タイの森の中、すげえ、なんかちょっと日本みたいじゃないこれ。たけなんかさ、やっぱ未来のことはさ、想像しすぎない方が気持ちいいよねっていう。別に未来のこと考えることが全部悪いってわけじゃないけど、想像しすぎるとそれが執着心に変わって、そうじゃない未来が来た時にストレスになったりするから。でもやっぱこうやって俺は旅に出て予定も何も決めないでノリだけさ半月ぐらい過ごすっていうのが本当俺にとってヒーリングになってたんだなっていう。俺だけじゃないけど、まあ、トリップはこの物質界にしろ精神界にしろ旅することってのは本当に素晴らしいこととか語ってるうちに滝に着きました。すげえ、なんか神秘的だね。滝、俺の手の植物からの滝。うぅ、本気で今ここにだけ存在して生きられたらマジでノーストレスだよね。だからどうしてもこう社会の中で生きていくとさ、まあ、約束事とか時間とかさ守んなきゃいけないものもあるから未来のことを決めなきゃいけないんだけど、でもそもそもそういう三次元的な過去とか未来とか、まあ、時計の針だってさ、ただ機械が一定のリズムを刻んでるだけで、あんなの実在しない社会が作った幻想とも言えるしさ、俺はやっぱり現代人にこそ今ここにフォーカスする時間ってのが必要だったもん。いやー、これ旅出てからもうずっとトリップなんだよね。そして魚がいっぱい見える、大きな魚がたくさん泳いでます。旅のトリップの何が好きかっていうと、普段自分が生きている生活圏から出て自分を外側から俯瞰できるから自分の状態がすごくわかるんだよね。自分の自我の中にスッと埋まってる時って自分の状態がそもそも分かんなかったりするし、自分がどれだけストレス感じてるかとか自分の外側に出てみないと気づかなかったりするわけよ。っていう意味でやっぱりこうやってタイマーを吸ったりサイケデリックスを摂取して自分の自我の外側に出て自分を俯瞰する時間ってのは本当に現代人にとって尊い時間で、でそれは当然物質的次元の旅もそう。俺は今海外に来てて普段日本で生きてるけど、まず海外に出て何を思うかっていうと街を見ても意味が少ないんだ。だって俺タイ語一個も分かんないわけよ。で何の気なしに普段日本で生きてると日本語がそこら中にあるじゃん。俺それ意味分かっちゃうじゃん。だからそこの部分の脳のカロリー消費がエコじゃないっていうか、自分が必要とない情報まで知らず知らずのうちに意味を認識して受け取っちゃってるわけじゃんっていうストレスもあって、日本の外に出ることによって普段知らず知らずのうちにどれだけ自分が日本に合わせちゃってたのかなとか。 Yo! ライフジャケットをレンタルしてきました。ライフジャケットを借りないと泳げないみたい。見てこの完全なるパワースポット。おじさんが気持ちよさそうに浮かんでおります。これは本当にセットとセッティングとして最高だよね。あら、お猿がいる。うん、同じ地球の仲間のお猿さんがカップ麺を漁っているよ。みんなみんなみんなおいで。
ドカバキリンライオン、みんなみんなみんな集まれ、スフィンクスにユニコーン、地球をサックスちゃおう、スマイルスマイルスマイル。今ここに存在するヒントって Be Here Now のコツとして、気がここに上がりすぎるとどうしても思考にフォーカスされがちで、気を足元、丹田とか足元に下ろしていくっていうイメージ。例えばこう気をグーッと足の裏に下ろして、足の裏で自分の足をマッサージするような感覚、一歩一歩地球を癒しながら自分の足をマッサージするような感覚で歩けば、もうそれは瞑想なんですよ。息を吸って吐くだけが瞑想じゃなくて、今この瞬間にフォーカスすることが瞑想だから、料理をしていることが瞑想の人もいれば、ゲームをしている時に瞑想状態に入っている人もいるかもしれないし、ゲームをしている時に瞑想状態の人がいるって言ったけど、まあそもそもこれがゲームだからね地球に遊びに来てるゲームプレイヤーとして、まあこのゲームやっぱり楽しむっていうことが、どうやって楽しむかっていうゲーム、バーって考えながら歩いてる時って実はちゃんと歩いてないんだよね。この辺にばっかりいるから、足の裏で地球をちゃんと感じれてないって。でもこうやってマリファナを吸って、右左って両方の足でゆっくり歩くだけでもそれは瞑想。すごいよマリファナって、サイケデリックスって。吸ってその辺プラプラ散歩してるだけで心が癒されるんだもん。サイケのいいところってのは、西洋医学みたいにさ、薬に頼らせないとこなんだよね。ロキソニンって飲んだら痛みが取れるじゃん、勝手に薬の力で。でもサイケデリックでうつが治っていくときって、サイケは補助輪みたいな感じ。立ち上がるのは自分で、自分の心の病を癒していく感覚。立ち上がるのは自分の力です。自分の心の傷、ストレスを手放していくのも自分の力です。サイケデリックスが自分を自我の外に連れ出すことによって、改めて自分のどこが病んでるかっていうのを気づくきっかけを与えてくれる。これだけ病んだ人がいっぱいいる日本の社会こそ、やっぱタイマーを解禁した方がいいんじゃないかなって思いました。はい、今日はこんな感じで森の中からお届けしました。いかがでしたでしょうか。はめちゃめちゃリフレッシュされて、グッドバイブレーションで、この植物たちと大地と地球と天と地と宇宙とビン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 共鳴しながら、ビッグラブを最後に片手で、今日はねカメラ持ってるから片手ビッグラブになっちゃうんだけど、森からいっぱいもらって、このうねりからバイブスいっぱいもらって、皆さんにビッグラブを送ります。それではいきます。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。よかったと思った方はグッドボタン、コメント欄で感想をいただけたらハッピーです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you guys on next. またねー。